はい、こんにちは。今日も脂肪燃焼ヒート8種目一緒にやっていきましょう。かなりきつい内容です。ジャンプ系も入ってますんで、めちゃめちゃ脂肪燃焼します。最初腹筋から頑張って、しっかりひねりながら、息を止めないように吐く、吸う、OK。 はい、まだ助走ですよ。はい、次は左右に飛んでいきましょう。できるだけ深くしゃがんで高く飛びます。ジャンプ、腕も強く振って、できるだけ高く、息止めないように、お尻と太ももしっかり使いましょう。はい、さて次はマウンテンクライマー走ってきますんで、次はピストルクランチいきましょう。腹筋の上部狙ってきますんで、しっかり起こして、お腹をドローにへこましたまま行うと効果的です。息止めないように、吐く、吸う、OK。 はい、さあここに来てのバーピーが来ますからね、頑張って諦めないように。ここもできるだけ高く飛べるだけ飛んでください。はい、 OK。あとちょっとなんで、次ね、背筋系いきましょう。ゆりかごやっていきます。OK。 はい、だいぶきついと思います。あとね、2種目なんでレッグレイズいきましょう。これ曲げるときにハック、ツー、常に背中丸めておきましょう。お疲れ様でした。ここまでね、やってくださった方ありがとうございます。ラストは走りましょう。30秒です。あとちょっと、お疲れ様でした。ここまでね、一緒にやってくださった方ありがとうございます。だいぶ息上がってるんじゃないでしょうか。ヒントね、この20秒間高強度で、できるだけ高強度で動いて10秒の休憩入れることで、短時間でかなりのエネルギー消費もしますし、脂肪燃焼効果も高いです。で、僕がこれをやる目的は、できるだけ筋肉を残したまま脂肪をね、燃焼させることができるエクササイズなんで、すごく短時間で効率的に行えますから、トレーニングしながらね、一緒にやると腹筋が割れるのが早いと思いますから、はい、
まだまだ夏ダイエットシーズンですから、腹筋割りたい方また一緒にね頑張りましょう。腹筋割るには継続することが一番大切なんで、今日みたいなエクササイズを毎日やるっていう目標じゃなくても構いません。まず3日に1回から始めてください。それをね継続して継続して行っていくと必ず体変わってきます。はい、僕も頑張ります。また頑張りましょう。今日みたいな動画がいいと思ったら高評価の方お願いいたします。あとチャンネル登録もぜひお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。